町村哲夫は日本の実業家。1917年9月8日、北海道石狩町樽川にて町村農場創業者の町村隆史三男として誕生する。11歳の1928年に東京の大久保町立富山人城小学校に転校した。旧西武蔵高等学校から東京帝国大学に進み、1941年に 東京帝国大学法学部を卒業した。1942年住友銀行に入校するも、軍隊への入営のため休職となり、短期現役として海軍経理学校を経て2年間海軍に勤務した。終戦時の階級は主計退位。1945年に復員し、日本橋支店に勤務。1963年住友銀行審議室長に就任。 1969年取締役審議室長となり、以後1973年に常務取締役、1976年に住友銀行専務取締役を歴任した。1980年総合リース社長に就任する。1987年から1991年まで会長。1992年死去。趣味は、孤児巡礼、短歌。 俳句の鑑賞であった。町村金也は祖父。町村景気は父。いとこに官僚、政治家の町村信孝がいる。町村哲夫以降と追想バラ色の絨毯を敷き詰めた職場はない239から240ページ。ありがとうございます。